重量馬純烈号。お久しぶりの更新でございます。はいはいはい、はい、ね、何やってたんですかね。いやいや、ただちょっと今日見た人びっくりしてると思うよ。正月の特番みたいなって言うの。そうね、衣装もねちょっとね、一文字にたかたかたかたみたいな雰囲気でございますが、今日はですね、実はちょっと相手方のですね、はい、スタジオにお邪魔させていただいてるんです。今回ですね、重量オーバー純烈号と、うん、もう一つあの方の、チャンネルでコラボしていただけるということで、今回は実はコラボ企画、はいはい、ご紹介しましょう。今回のコラボ相手はこの方、島田秀平さんです。お願いいたします。島田秀平です。お願いいたします。いいな、しかもちょっといいですか。はい、喋りうまいな。いや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 、何なんすかこのオープニング流暢な。いやいや、だって4人がいい感じに被らずに面白いことを言ってくって、もう理想的じゃねえかよ。なんでキレられてんの。やっぱり声が通られるから、すごいな。やっぱり負けないよ、負けないように声量で勝負してます。本当ね、でかいちゃくちゃ通る。いやもうでもほんま僕ら体もでかいんで声もでかいんです。体大きいですよね。あと本当のこと言うと、視聴者の皆さんが割と耳が遠いんかな、うん、ちょっとね、ご年配の方多いですからね。本当のこと言いすぎやめっちゃ笑っちゃいますいや全然ですよ。しかも俺今回今日は手相を見ていただくっていうことで、うん、純烈号の方なんですけど、うん、僕らが島田さんの方のチャンネルに出るときは、うん、島田さんのチャンネルのお階段巡りっていう階段やね、うん、あ、これ登っていくやつですか。違うよ。かわいいな、階段の初歩的な僕いらんねん。あ、そうですね、夏だから階段登るだけじゃダメだよ。あ、そうです。降りるとこも取ってくれ、ほんなら。ちょっとごめんなさい、ちょっとごめんなさい、面白いな。いやいやいや、声量声量ですか。そのボケましたの顔100点じゃないですか。いやいやいや、最近覚えたんです。覚えたんですか。10年経ってやっとできるようになったっていう。ご挨拶36です。そうそうそう、コメントしづらいやつです。このセットはお開運巡りっていうチャンネルのセットなんですけど、うん、裏返しますとおどろおどろしいお開壇巡りのセットになるんですよ。壇の開運、ね、まさに表裏一体がこのことよ。ほんまにいろんな意味で、皆さんにお階段巡りの方で階段を、はい、お願いしているというコラボなんですけど。なるほど、はい、最近は財布も売れてますよ、本物の。そうですね、なんかコラボをされて、ね、財布も売れてますよ。す緑色の、ね、お財布ありますんで、皆さんよかったら、はい、金運を上げたい方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。金運を上げたいマダムの皆さん、お階段チャンネルのチャンネルの URL と、はいはい、お財布の URL 概要欄にございますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、ちゃんとしてますね、本当に。いや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 。じゃあちょっと早速、マジ俺手相見てもらうとか占いとか、うん、結構もう俺大好き、すごい好き、信じる、うん、詳しくはないんですよ。僕何々線とかは分からないんだけど、うん、見てもらって、あ、そうなんだ、じゃあこの辺参考にしてみようって言って純烈を運営したり、あとは純烈の例えば白川に声かける日とか、うん、この辺がええよって言われたら、あ、ほんのその辺にしてみようみたいな、どっちかというと信じるタイプ。意外ですね、はい、あ、でも今日実はもう皆さんの、はあ、はい、手相並びに生年月日、はい、名前の画数ですね、はあ、でも一人ずつもこれぐらい見てますんで、はあ、すごい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 な、これ。もう丸裸ですよ、我々は。丸裸にしますよ、今日は。すげえ。もうこれ以上脱退とかないですよ。あれ、今日一応スタッフさんの方からは、ね、まあ、楽しいチャンネルだけども、はあ、別に忖度とかいりませんから、はあ、もう悪いのがあったらバッシリ言ってください、全部言ってねってこと言われてるんです。それいいんですよね。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫じゃないでしょうよ。でもいいじゃないですか。いや、急に顔がお階段巡りの方の顔になってるから俺。人絵まぶためっちゃ怖い。怖い。目力、目力。なんかボクサーみたいな。いやでもほんま、じゃあもうせっかくやから全部言ってもらおうか。そうね。ああ、その方がええわ。何でも聞いてください。じゃあ、忖度いらないですね。やっぱりこの純烈さんという素晴らしいね、このグループのことだったりとか、あとはお一方ずつの、はい、性格であり、こういうことした方がいいんじゃないかとか、はい、運勢だとかっていうのを、じゃあもうすべて今日は伝えさせていただきます。わかりました、よろしくお願いします。いや、今回のちょっとほんのパッと見で思ったのがですね、結構皆さんが似たようなグループに入られていて、で、
小田井さん以外が結構似たようなグループに入ってる。あ、分かるわ。この人ね、もうほんまもう宇宙人なんですよ。いや、俺はむしろあの個性を大事にしたいから嬉しいよ、そう言われると、いや、個性じゃないです、生まれつきやね自分に言ってるだけで、これそうですね、まあ、ちょっとこの辺は、はい、結構その辺も出てますので、はあはあ、じゃあちょっと地球人からお願いして、地球人から宇宙人最後の3人が宇宙人かもしれへんからね、うんうん、これただ本当にそのグループと見た時もですね、うん、やっぱりこの世話好きとか面倒見がいいとか、うん、あとお人よしっていうキーワードが出てくるグループなんですよね、うん、で世代を超えていろんな方たちと仲良くなれるって、うん、まさに人とのつながりで上に行くっていう星をお持ちのグループでして、ただ周囲の言葉とか態度に振り回されてブレがちっていうまあブレてますね。あら、ブレですね。そこはこのグループに人格があるんだったら、とにかく人からありがとうって言われたい、必要とされたい、あなたがいないとダメなの、あなたがいてくれて私たち元気です、なんかもう本当に勇気もらってますって言葉がめちゃめちゃパワーになるっていう星を持ってるグループなんですね。はこれいいように言うたらいいように聞こえるけど、恩着せがましいったら恩着せがましいそうですね、まあまあまあ、だから正直そのファンの皆さんがですね、純烈の皆さんにいいパフォーマンスをしてほしいと思うんだったら、うん、もうヤジ一切禁止ですね。あ、わかる、分かる、ね、なるほど、まあ、そういうね、確かにもうやじってくるババッと思ってます、はい、ほんまに。でもよく言ってますからね、まあ、確かに、ね、うるさいとか最低ですね、本当に。ステージ上で本当に、ね、本人にも言うんですよ。そうなんですね、まあ、黙れみたいな、ほんまもう言うとあかん、そんなんで、うん、まあ、そんな気持ちもわかるけど、それも言うとあかん、言うと、うん、皆さん嘘でもいいんで、とにかくはもうあなたがいてくれて、あなたたちのおかげで生きられてます、もう本当にもう私の全てですって嘘でもいいんで、あの基本的にその頭が悪いグループの星を持ってるんで全部信じちゃうんですよ。もうちょっとオブラートはないですよ。わかるわ、もう基本的に全部信じて、おマジでマジで、うわ嬉しいね、頑張ろうぜって言って、それを皆さんにパフォーマンスとしてお返しできるんで、だからとにかく嘘でもいいんで、もうそれをガンガン言っていただくと、このグループのためにも皆さんのためにもいいんじゃないですか。すごい、褒めて伸びるんですね。そう、世界のみんな俺たちバカなんだ、よろしく。もう脳みそ単細胞生物やんかこれ。そういうことをありつつですね、はい、後々ちょっとそのお名前の画数とか、はあ、はい、今年の純烈さんはこうなんじゃないかってじゃあ最後に撮ってきますんで、はい、じゃあ早速お一方ずつ行ってもいいでしょうか。はい、わかりました。はい、もうね、最初にバカって言われたから楽ですよ。そうやね、はい、よかったよかった。こちら酒井さん、はい、お願いします。すごくいいことと、はい、本当にやばいこと出てるんですけど、お願いします。いや、もうやばい方からいきましょうか。やばい方からいきます。いい方からいけへん。俺もうメッシーはもう嫌いなものから食うタイプ。最後に美味しいの残しておいたほうが今日生きてかれへんようになる、そんなんで終わったら。そうだよな。でもやばい方、本当やばいですよ。いやほら、だからどっちがバランス重いかによってさ、あの溢れてしまうやんか。一番やろ、うん、もう出血多量になったところを後で方言うて方言ってもらった方がいいかな。フォローできへん時あるやんか。あ、じゃあ悪い方行こう、うん、やっぱり悪い方行こう。え、悪い方行くんですか。どっちやねー、この人怖いわ、うん、悪い方。え、悪い方から行きます。いいんですか。そ、まあ、意外とそういうタイプかもしれない。その流れやとさっきと実は一緒やねんけどね。A 方で終わった方がいいよ。じゃあそれで行く。それがあんねんなって終わりたい。まあ、まずはこの名前と生年月日から出たこの下半期の運勢でとんでもないことが出てしまいまして、これをねお伝えさせていただきますと、なんだ不倫か不倫か、なんだリーダーやから俺らにも関わってくるからな。自分のことじゃないのにドキドキし始めました。そうやな。あ、もう不倫とかよりもやばいかもしれない。え、マジですか。不倫よりやばいって何が残ってんねん。え、じゃあリーダーがいなくなる。だったい。待て待て、薬か。え、なんだ。薬はさっき楽屋でなんか飲んでたけど、イブプロフェンしか飲んでへん。いいですか、はい、今年下半期、はい、年末あたり、もう来年年始もそうですね、この辺で酒井さん急激に老いが進みますやべえ。でも進んでるのは感じてるんです。老いが進みます。これがですね、ちょっとこう面白ワードとかじゃないんですよ。本当にもう本当に進むっていう。え、玉手箱開けちゃったの一気に。え、それが例えばボケ始めたりするの、まあ、足腰であるとかその辺の衰えなんかはもう
本当に如実に感じ始めて、あれちょっとなんかあれ活動とかも皆さんについていけなくなってしまうんじゃないかみたいな、ちょっとね片鱗あるよ。もうでも前からついていけてないよね、踊りとかね。いやそれはまた違うやんか、あのついてこねないのついてくる気がないのまた違うから。あ、そっかそっか、そう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 、そうやねそうやね、ほんまに確かにこう膝が笑うっていうか、階段登る時とかもよろけるっていうか、あれっていうのは、まあ今46ですけど、はい、ちょっとじゃあこの辺は最後にですね、その解決法とか、はあ、これをしたらいいんじゃないかってとかありますので、はい、じゃあちょっと、はい、じゃあ後ほどしっかり説明させていただきますね。わかりました。はい、まずですね、じゃあ手相なんですけど、はい、ちょっと珍しい手相してますね、酒井さん。珍しい手相、うん、まずここが離れてる、生命線と頭脳線の起点が離れてる。確かにそうやわ。これ日本人では 4% しかいないと言われてます。普通生命線、頭脳線で感情線なんですけど、なんかもう一個ここになんか変な線あるんですよ。いますね、います、はい、変な線、ほんまや。まあ、こういうねちょっと変わった手相をされてるんですが、まずじゃあこの線が何かで説明しますと、これですね、性格とか、ね、まあ恋愛傾向とかを表す感情線という線なんですね。酒井さんはこの感情線が2本あるという非常に珍しい人。あ、それも感情線なんだ。そうなんです。二重人格的な感じの意味合いですか？二重人格というよりは気持ちとか心が2倍あるっていうことです。なるほど。じゃあ高いんだ、すごく。そうです。ものすごくね、分かる。カンナナとカンパチがあるようなもんや。ちょっと近くにあるけどな。東京の人しか分かんないですよね。お前何売ってんだ。殺されるぞ。真面目に真面目に。何？ボケんなの。真面目に聞けば。はい、真面目に聞きます。どうやらだけど手相いじってるよな。本当にディスってもないし。ディスってないよ。そんなつもりはなかった。すみません、ごめんなさい。僕も年下なのに。すみません、ちょっと急にカチンと言ってしまった。すみません、ごめんなさい。迂回してもどっちもコンドル中ね、ほんま。もう本当ずっとどっかが面白いんですよ。4人いるからずっとどっか面白いんですよ。あの本当にすいません、突っ込ましてばっかり。ごめんなさい、ごめんなさい。二重感情線といいまして、まあ、2倍の思いやりがある人、はい、2倍人のことを考えられる人で、もっと言うとファンの皆さんを2倍感動させられる人ってことです。へー、この線なんだ。はい、さすがリーダー。これはもうまさにリーダーとして最高ですよね。そうですね、そういう意味では。うん、そしてさらにここに注目しました。この感情線の先がですね、三つ股に分かれてるんですよ。分かれてる、分かれてる。これは女性にある場合は上げ情線、男性の場合は上げ面線。周りの人たちを幸せにしてしまう、まさに神様みたいな人って人です。おい、神様のグループにいるんですね。神様、神様、そうそうそう。老いを感じてるけど神様よ。ほんまに神様だよ。見ないでくれ頼む。だからファンの皆さんも酒井さんに2礼200首1礼するぐらいの感じで。へぇ、マジ。じゃあお差し入れなきゃダメ。入れろ、ちゃんと入れろ、入れろ、ポケットいっぱいあるよ。ほんとなんか作っていいんじゃないですか、コンサート会場、ライブ会場なんかに。なんかその鳥居と、なんか酒井さんのなんかそういう祠みたいなやつとか。分けへんよ。いやでも、あのファンの人で、その言葉ができない人がいて、リーダーのお腹を触ったら子供ができたっていう人がいるんですよ。力士じゃないですか。結構だから、ほら触れ触れ触れとか言って、結構健康センターでやってたよね。そうそうそう。もしかしてその辺があるのかもしれないです。周りの人を幸せにしてしまう、そうそうそう、揚げ面です。揚げ面、はい。でね、本当ね、やっぱりこの生命線内側ピーって横線がいっぱいある、これ愛情線なんていうね、みんなのことを考えられるとか愛情深いとか、うん、そういうやっぱり心っていう部分がとても素晴らしいなっていう線、目白押しなんですよね。へー、目黒なのにね、そんな褒められてる。あのその目白押しって言って、その目白の目黒とかじゃないんですよ、本当に。あれ一番遠くだな、これ。どうやら、いや、すみません、すみません、目白にちょっと反応してしまってね。いや、違う違う違う、目白だけ日本語。手相じゃないことに集中してるかもしれない。そうなんですよね。一番遠くなんですよ、やっぱり。さっきからなんか聞こえないと思ったら、やっぱ一番遠くからしてるんですよね。アクリル板あってよかったな、今日。
いや意外とあれだから周平さんのちょっと芸風分かってきたね今。違う感じなんやね。違います。僕も今日なんでこんな悪態をついてるんだろうって不思議なんですから本当に。周平さん見ない。そう舐めてんだろと。それをさせてるんです皆さんが本当に。はい。でまあいろいろ言ってきます本当にね人情味にあふれた人。うん、まあ少し八方美人な風に見えるかもしれないけどもそれはみんなのことを常に気遣っているからこそやってることで。で社交的。うん、で今言いました2倍考えてますだから少しねいろんなことを背負いすぎてしまう面があって疲れてしまうところは要注意って部分があるんですね。でやっぱ才能恵まれてますフットワークも軽いです情報を仕入れるのも上手、うん、で計算をするけどもいやらしくなくって周りとうまくやっていけるっていう、うん、なんか本当人格者みたいな、いいことだらけだね手が言ってんだからすごいねハイブリッドだもんだんだん元気になってきちゃったもんで人を喜ばせることがとにかく大好きなサービス精神旺盛な天性のエンターテイナーという星をお持ちなんですよね天性のエンターテイナーすごいね素晴らしいです、まあ、ただ注意点というか、はい、でいくと、まあ、明るくは見せているけど実は、まあ、メンタルの弱いところもあり常に実は不安を抱えているタイプという星も持ちます、すごいな当たってる、ね、当たってると思いますなんかこう漠然とした、なんか不安大丈夫かなっていうなんかこう別に考えなくてもいいのに、その辺は考えすぎて、なるほど何かこう女性性というかそういう気遣いなんかもあっていろんな部分に目が届くんですね、だからこそ素晴らしいサービスを皆さんに提供できるんですけど、ただできてないなってことも目に入っちゃうんですよね。はい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 。あできてない。あって溜まって溜まって爆発してしまうっていうことが、年に数回とか起こってしまうことがあるので、まあ、そこはうまく発散するように皆さんが、最近リーダー溜めてるなーなんて思った時にうまく発散させてあげないとかわいそうかなっていう。はい。ちょっと本当ね、みんなを社会をうん、日本を喜ばせて明るくするという運命を持って生まれてきていますので、あとにかくねその気持ちさえ忘れなければ確かにその気持ちやで、ね、すげえそうなんですかそうですえ変なおじさんですいや違う俺そうなっちゃったけどたまたまやたま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 そんなのできへん確かに変なおじさんなんですよねラフンダまでいけないから俺リアル変なおじさん見たから今始めてしまったけど勝手にびっくりしたよそれ僕今食らってますからねもう目見ながらそうですっていうびっくりした今だったんやろ俺もリアル変なおじさん初めて体験したほんますごいな今の今結構もうあんなはっきり言いますこの二人の距離感やから成立したね。そうです。まだヒットマンの顔しました、ね。いや志村さん好きやけど初めてよ今そんな出たびっくりした。どういう気持ちでこのお仕事というか皆さんに。いやでも本当にもうこうやっぱり笑ってなんかこう元気になってとかあなんか あのメガネの太った人見たらなんかニヤニヤしてしまうんだよねっていう雰囲気に。なってもらえればなみたいなそういう感覚ですね本当にやっぱ二重感情線2倍ですし本当はできるわけないのに自分に関わった人を全員を笑顔に幸せにしたいっていうのを強く本当に思ってる方なんだなっていうだからこそ皆さんからも愛されるんだけどもでもその分いろんな苦労とか、なんかそういう疲れなんかもためやすいっていうところは出てくるのかなという感じがしましたね、はい、まあ夜の方恋愛は、ね、テクニックはあまりないという星もお持ちでした、はい、早い方ですだから子供が4人もいるのかなありがとうございますおいおいおい本当本番前の打ち合わせ今日ねスタッフさんとさせていただいたんですけども、ちょっと緊張してます大丈夫ですかねって言ったらあ大丈夫ですやつらあの下ネタしか言わないんでってちょっと失礼だなスタッフウィットに飛んだことも言いますよちゃんとやつら下ネタしか言わないんだ評価低いなだいぶだいぶ低いよ、まあでもまあ、ピンクのスーツ着てきて言うのもない基本はシャワチャしてて下ネタとギャンブルの話が多めですって話です、ね、聞いたらあその通りなんだって安心しました、はい、すいませんありがとうございますでちなみに2021年の、まあ、この後の話なんですけど、うんちょっと自分の中でやっぱり興味とかやり方とかそういうものが変わってきそうな年、うんそうね、でさらにさっきも言いましたが、まあ、足腰の衰えとかじゃないんですけどももう一度自分の足場基本固めをしなければいけない年というそうですね、はい、でその基本というのは足腰だけではなく例えば仲間、うん、一番の基本ですよねスタッフさんも一番の基本ですよね、うん、今いただくそのファンの皆さんというのもこう基盤だし、うんあとこうやってる活動、それをなんかこうやたらこう上ばっかり目指すんじゃなくってもう一回しっかり
自分の本分、うん、基本は何なんだってことをしっかり固めるってことをやらないといけない年、うん、はい、はい、分かります。ぐらついてしまいますよっていう、はい、確かに去年まではもうぐっと上り調子、ホップステップジャンプだったんですよね、うん、でそこはちょっと勘違いも必要だし、みんなノリノリで勢いで行った方がいいんですよね、うん、でそこを行ってここで一回しっかりちゃんともう一回立ち回ろうよっていう年が今年に入ってくるという、でなんでかと言いますと、来年がまた新たな転機チャレンジが必要な年だからなんです、はいはいはい、その前にバッとこう上を見るときに足腰足場がしっかりしてないとガラッと転んでしまうんですよね、うん、なので今年はもう一回そこをしっかり固めて、うん、足場固めてよしっていう新たなチャレンジを来年にとっておくっていうことが大事な年かなというところなんですね、はい、よっしゃ、ね、どん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 、はい、新たな展開、新たな展開って皆さん楽しいことが、ね、待ってるんじゃないかなってファンの皆さんは思いますけども、はい、でそんな中、ね、大事な年なのに老いが進んじゃうんですよ。そうですね、ね、でこれをね、いろいろこう僕も一応今回見させていただくにあたって、ただね、怖がらせるだけじゃダメですから、うん、じゃあ占いですけど何か回避法とかないかっていろいろこう、うん、知恵を絞りました、うん、ありがとうございます。これやると酒井さん運気上がりそうっていうもの、まず一つ目、めちゃくちゃ目立つ服を着るっていう。マジあーそっちね、派手なんだけどもかっこ露出の多い派手な格好。なるほどなるほど。どこ出すのこのボディ。なるほどな。いやあるじゃない、もうデベソがいっぱい。西川貴教さんや。ホットパンツみたいな。そうそうそう、お腹出てますとかタンクトップでとか。タンクトップ。背中なんかもうグーンって切り込み入ってるみたいなとか。すごいね。これは。よせイタチガヤ。いやでも確かにそれは。なんか面白そうやな。面白い。そんなことやったことないし。普通にね、だからおはようございますっていう時に、ね、めちゃめちゃ露出の派手で。いや衣装やと思われるかな。いやわかんない。いやまたプロレスの時の衣装やなあれな。いやだから、ね、そんな暴れ発着の頃みたいやんか。短パンでしょ。短パン入って。短パンにタンクトップ。これはちょっとそういう意味で、まあ、まずこう気持ちも盛り上がってくるし、あと もちろん派手とか。露出っていうのがやっぱキーワードに入ってます、開運キーワードに。でさらに言うと髪を明るくするのも良さそうっていう、やっぱそういうのがあるんですよ、じゃあ短パンで短髪、短髪タンクトップで、あ明るくですからね、まあ、短髪じゃなくてもいいんじゃない、明るくなればいいんでしょ、はい、そうですよね、短髪になったらリアル裸の対象になっちゃうから、でも髪は金髪なんですけど ね、もっと紫とかでもいいですね、そうですね、そうですよ、はい、だから分かりました、今僕言ってて気づいたんですけども、下田景樹さんですよね。そうですね、いやもう完全にそっちですね。確かにそっちやね、でも確かにテンション上がります。そうすると仕事はやる気が増すし、楽しく仕事ができそうっていう、やったらもう本当にマジ、それが純烈のため、ひいてはファンの皆さんのためにつながってくるっていう開運方法として。いやまたあのアホのリーダー来たでってなんねん。いやでも見ただけでも幸せになる。でもそれはほんまにもう一番ええのは、袖から出てきただけでガーって笑ってもらえるっていうのが一番なりたい人やから、それ。あでもそれはでも袖からってそれ舞台ですよね。そうです、本番ですよね、はい、今の私服の話ですよし分かったでもそういった意味ではいろんな人をこう幸せにできるってことですね。ですよ、もうアゲメン神様なんですから神々しい格好しないといけない。神様は生神様ですからね、まあ、黄色にしてしまえばわかった、うん、あじゃあ今ファンの人に派手な服送ってくれって言うてこんなもんまだの派手は結構またおば反応なんかも着てたお風呂も着ようやろ全然だから入らないな、すごいばっかり集まるやないかお前。そんな昔あのサイズが合わないジャージが送られてきたんですよ、はいはい、でここだけ見た方がもっこりしちゃって履けなくなっちゃったっていうのがまた下ネタだよ。でもいいじゃないですか、いつもサイルなのに皆さんがね M サイズ送ったらおのずと露出がこう出てくるっていうか。確かにうそうかそういうことピチティみたいな、ほんま送ってくんねんってこのマダムって本当にピチティピチティはじゃあいいけど、ね、それで電車乗ってたら純烈に逮捕とかないから。じゃあ分かった、この送り先も概要欄書いておきますピチティね、はい、めちゃめちゃ目立つ服かっこ露出の多い服ですね、はい、捕まんないでくれよ。そうやな、酒井さん一応今回アンケートで、はいはいはい、島田に聞いてみたいことありますかっていう欄に晩年ってだけ書いてありました。ああ、そう、はい、最後どうやって死ぬのか。じ
ちゃんと仲間とか家族に囲まれて死ねるのかっていう最後のワンカット知りたいんですよ。自分の最後、最後ラストショットは結構孫とかおじいちゃんみたいなノリで死にたいんやけどね。その答えですか、はい、最後どういうカットで死ぬかっていう雰囲気で、雰囲気、雰囲気でもなんか手相で分かるわけねえじゃねえかよ。トリメドロは本当に柴田さんがそうやって言ってんだよ。ごめんなさいね、あのどういう最後かとかね割とあれいいんですけど、最後の亡くなる瞬間のカットはどうなりますっていう線とかあると思います。いやあるかもしれへんや、なんか見えるかもしれない。で家族との縁とかで皆さんに愛されるっていう線とか、やっぱ人に救われる人がどんどん増えていくっていうのはあるので、はあ、まあ細かい部分分かりませんけど、やっぱりたくさんの方にすごくこう愛されながら、うん、そして幸せにこう亡くなっていくのはあるんじゃないかなっていう。ほんなんもう今言われたこと全部やろうよ、それや。本当にこのここですね、これ離れてるっていうね、こう珍しいって言いましたけど、これってあの、まあ、女性の場合はジャジャーマの層とか言うんですよ。男性でもあのオバマ大統領とか、ああいう方と同じで、もうこうと決めたらこうみたいな、芯が強い。でその後もうあんまりこう周りの意見も聞かずに自分で突っ走っていくぞみたいな、まあ、リーダーに向いてるんですけども、ただやっぱりリーダーが決めたらもうちょっと皆さんは、じゃあもうそうかじゃあって感じかもしれないですね。だ空気読めないとかっていうことっていうか、まあ、すごい強い信念があって、うん、やっぱりバンバン言い過ぎちゃう時もあるっていうところで、爆笑問題の太田さんもこう同じ手相してます。こうリーダーというか周りを引っ張っていくのには非常に向いている手相だなという感じです、はい、素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしいです、すごい、全部参考にするよ。え、じゃあ次どなた行きましょうか。じゃあ白川行きましょう。あ、はい、僕で、はい、すみません、お願いします。全然手って近い、ね、全然違うんですよ、ね、全然違うね。リーダーの次だからちょっと異様に緊張するな、やっぱり。なんか血色とかもちゃうよ、なんかお前のなんかこうなんかね、ゾンビみたいだよね。ゾンビこれですね、はい、本当にこの純烈という皆さんはやっぱりもう素晴らしい個性の集まりなんだなって、みんながもうとてつもない輝きを放ってるんだなって思ったんですけど、はい、白川さんも手相めちゃくちゃ珍しいんですよ。珍しいの、そうなんですよ。これ何かというとね、さっき酒井さんは感情線が2本ありましたが、はい、白川さんは頭脳線がこうやって2本あるんですよ。え、はあ、どういうこと、頭がいいってことですか。これ二重頭脳線って言って、皆さんもしかしたら意外と思うかもしれませんけど、手相の世界では一番の切れ者。お前がマジでどこがマジで切れてるんですか。一番アホってことになってます今。偏差値36って言いましたよね。あの切れ物って言われたら血管切れてんのかなと思って。実際に血管いい切れてますけどね。こんなもっと使えんのやったら使ってもらわな、ね、これ。いや勉強ができるとかじゃないんですよ、はあはあ、独特の発想力とか他の人がないものに気づけるとかっていう、何かそういう会議が停滞した時にポーンと流れ変えられるとか、確かに理不尽な下ネタ突っ込むのになって流れ変えるじゃん。キラパスって言ってよ、キラパスって。なのでちょっとこうもっともっとこうね、内に秘めている考えとかってもっとこう出していただくと、今まで考えも及ばなかったような新しい発想を世の中に発信できるんじゃないかなっていう期待をしてしまいました、ね、いいよ、はい、ただ僕あの言葉を、ね、使い方がちょっと間違っちゃうタイプなので、そうするとみんながシーンとなってしまうんですよ。いや、それはやっぱりもう皆さんの2倍の頭脳を持っているの、多分皆さんがまだ、てか時代がまだ白川さんについてこっちが悪いのよ、俺らが、そっか、いじれないのよ、こっちが悪かったのよ。今まではアホちゃうかっていじってたけど、こっちが悪かったよ。そっか、いやいや、本当こちらこそ、俺ら2倍勉強せなあかんし、いやいやいや、そうそうそう、僕はついていけない。いや、2倍の速度でこうバーって演算してるスーパーコンピューターなんで、さっき言ってんねや、え、すいません、バカにしますか。スーパーコンピューターバカに言われたことないんで。いやいや、もうだって二重頭脳線ですよ。あ、そうですか。最強の頭脳線をお持ちなので、はい、今後もしライブの MC なんかでもファンの方が笑ってなければ、もうこれファンの方の頭が悪い。ああ、じゃあこれからのライブ MC のメインは白川さんに。そうやね。時代を先取るというか、もう常にもう新しい。そうや。じゃあ僕はもう未来の脳を積んでるってことですね。白川さんがもう新しい日本を作っていくというか。すごい、そんなこと言われたら初めてだよ。ここにいる誰よりも見てるファンが一番びっくりしてるから絶対そうですよ。だって僕そんなこと言われたことないですよ、44年間生きてきて。
だそれはだからみんなが全国やっぱ追いつけてないっていう。追いつけてない。いやだってさっき言っちゃってんだもん。一日一回バカって言われるんだもん。いやだから一周回ってのバカやからそれ。そっか。そういうことや。人って分からないものに対してバカって言ってしまうんでしょうね。そうやね。理解できないことに対して。すごい。優しいですね。いやいやもうびっくりしました。これ時代を作る。はい。なんかそういう。時代を作るか。でここですよね。ここ二本しっかりと線が入ってますが、はあ、そこに入ってんの、はい、そんなないわな、ないわね、カリスマ線、おお、矢沢永吉さんと同じ線がくっきり入ってます。すげえ、マジっすか、すごい、ね、ぜひこれからもう白川五六、うん、矢沢五六ではないですけども、ちょっととりあえず物販チームバスタオル行くよ。白川すごいね、テレテレヘイヘイ、もうゆうちゃんやゆうちゃん、やっぱゆうちゃんやゆうちゃん、ゆうちゃんじゃなくてゆうちゃんね。もう何かこう話すことがすべて名言になってく、名言製造機と言っても過言ではないじゃないかと思います。時代は作るわ、名言作るわ。これも松岡修造さん超えるよ多分。いやいや、俺もうほんとずっとさっきからあの笑顔がもう止まんないんですよ。いやいや、だから今回もテロップね、僕らも普通のね、まあ、あのゴシック調とかいいんですけども、人だけやっぱその劇画タッチとか、その北斗の拳みたいな文字で全てこうなんかテロップもこうやっぱ字体変えてほしいぐらい、あたたたたみたいな感じですか。すいませんでした。いやいや、ごめんなさい、もう こっちがこっちが悪い、すいません、こっちが悪い、すいません、ごめんなさい、視聴者のみんなは笑しげんって俺らごめんな、ごめんごめん、これだからさやな、すいません、10年後やったらめっちゃ笑ってるやん。おそらいな、10年後ボカンボカンっすよ。でこういう風になっちゃうんで、いやだからそれはもうこっちが悪いという、こっちが悪い、なんか本当すいません、ありがとうございます。すげーな、やっぱりなんか気分がいいな、あの流れであたたたたたた、すごいんですよ。いやいや、北斗の拳って言ったんでね、しかもあんまり言い方うまくなかったから、ね、面白い、もうそれも10年後はもう10年後ドカン、全てがもうね、やっぱりでやっぱりね、その根が純粋とかね、はい、差別が嫌いとか、うん、みんなと平等に接することができる、やっぱりね、その新しい多様性の世の中でもなんか今のそのこれからの時代にやっぱりあった考えをお持ちの方なのかなと、うん、でルールとかも守るし礼儀も正しいしっていうところもあって、ただその偉そうな人が嫌いとか、うん、はい、なんかそういう高潔な精神の持ち主みたいなところが見えてくるんですよね。で、ちょっと見えっぱりなところ一応出てきまして、はい、なんかこうちょっと恥ずかしさがあるのか、まだ自分のことを上手に出せてないんじゃないか、うん、まだまだこんなもんじゃないのに、うん、ちょっとこうセーブしちゃってるんじゃないのかなっていう、あるかもしれないですね、そういったところありますね、やっぱりちょっと受け身のところがある、うん、はいはいはい、自分からよし出してくっていうところ、はい、そうですね、はい、どうしてもこうあの人の後ろに立つ方が好きだったりとかするんですよね。だそういったところはもしかしたらそうかもしれないですね。なので今年はもうスタート、もうニュー白川っていう、うん、生まれ変わりたちに入ってます。すごいニュー白川、どっかのラブホテルみたいな。ホテルニュー越谷。日本でね、サービスタイム。あの鍵が絶対こういう仕方のやつですよね。キーホルダーの方がなんかでかくて。ラブホにこんなに乗っかってくるんですけど、料金はカプセルに入れてスーッと。ああ、そうそう、ね。島田さん好きですね、それもね。ポッキーとかなんか痛かったじゃないですか。キツネのジーンズの時に痛かったってなるっていうね、キーホルダーですよね。で2021年ですね、はい、やっぱりね、スタート種まきの年とも入ってまして、はい、とにかく、遠慮せず積極的に行動すること、うん、自分をどんどんアピールすることが来年再来年へのさらなる飛躍につながってきそうなんですね、うん、なんで恥ずかしがったりしてるとせっかくのチャンス逃してしまうので、失敗を恐れずに、ね、どん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 チャレンジしていく、とにかく恥ずかしがらないということが今年のラッキーキーワード。なるほど、決まりました。写真集いきましょう。お、ソロ写真集、もうタイトルニュー白川、ニュー白川ホテルニュー白川、北斗の拳、あたたたたたで、やっぱその写真集、写真の下にやっぱポエムというか、やっぱ一言、うん、一言、そうですね、あの日めくりね、修造さんカレンダーじゃないですけども、その時その時のなんかこう一言とか入れてほしいですよね。そう、でここでちょっとこう今自分はそんなにやりたくないなとか思ってる自分がいるんですけど、それはやめた方がいいってことですよね。だからね、あ、とにかく今年はもうやった方がいいです。あ、なるほど、ね、イメチェンもいいですよ、特に年末あたり。え、僕もやっぱりこう露出が高いものを着た、ね、露出の方は特に逆にあの白川さんは今年肌が荒れるってことですね。あ、マジですか、はい、肌が荒れる、肌が荒れる、荒れとったやん。今やちょっと落ち着いてきてるんですけど、はい、やっぱりね、
僕ちょっとしたね薬とか薬っていうか化粧水合わなかったりとかするとすぐに荒れてしまうんですよ。ちょっと肌ちょっとボロボロ肌に注意っていうのがあるので、だからあんまり露出っていうよりは、はい、なんかこう逆にこうね身を忍ぶみたいなそういう格好でもいいですし、ね、まあ、横でちゃんと露出してくれるから大丈夫よ。でもあれなんですよね、あのヌード写真集とか出した方がいいってことなんですよ、ね、ヌードなんつってんや、あヌードじゃなくてだから股間のところだけめくって日めくりになってる。あ、なるほど、そう、股間のところだけ、そう完全にラブホテルに引っ張られすぎじゃないですか。ほんまに話聞いてちゃうと。でまさにですね、はい、今年はもう一皮も二皮も、まあ、肌がボロボロになるのもあるんですけども、うん、一皮も二皮も実際に向けられて入手若葉って本当ありますので、やっぱりね恥ずかしがらない。でキーワードは素直になること。素直になること、はい、で何でもかんでもはいはいって言った方がいいってことですね。何でもかんでもはいはいってことですか。素直、素直。また今コンピューター出ちゃった。またコンピューター受け取る側がやっぱちょっとそうです、はい、まあ方向的にはそういうことですよね。何でもではないけどまあいいんですよ。まあでも言うことを聞けばいいってことです。どんどん自分を出していく。そうです。だから例えば、うん、メンバーの皆さんへ普段言えない感謝の気持ちを素直に言ってみるとか。あ、なるほど。いつも本当にありがとう。今薄いな。あとファンの皆さんに向かって本当にいつも言えなかったけど、はい、ちょっと今日は本当ごめんなさい、いつも思ってた本当の素直な気持ちを今日言いますみたいな感じで皆さんカメラに向かって今日言っていただくとかっていうのは一ついい開運行動かなって感じがします。言った方がいい。そうです。ちょっとすごめんなさい、ここはもうもしできるなら素直にもうここはもう1分でも2分でも3分でもいいですけど。わかりました。ファンの皆さん、本当に今いつも応援ありがとうございます。まあ、純烈結成して、十数年経ちましたけれども、やっぱり、皆さんの、ね、応援がなければこうした純烈、今こうやって島田さんに、呼んでいただいたりとかありますけれども、こういった素敵なお仕事を、ね、やらせて、いただいてないと思いますし、やっぱり紅白歌合戦にも出られていなかったです。僕自身はその、まあ、小学校6年の時に親父が亡くなって、で、まあ、女手一つで、うん、うちの勘が、まあ、育ててくれたわけなんですけれども、まあ、やっぱり僕のその一番の思いっていうのはお勘にね、その喜んでもらいたいとか、まあ、そういった思いでこの純烈をやらせてもらって、まあおかんはその体も悪いし、なかなかその純烈のライブとかも来ることができないんですけれども、でもこうして皆さんのおかげで、活躍させてもらって、これからもね、皆さんの笑顔を大切にしつつ、そしてまあ、おかんのね喜んでいる姿をずっと見たいなというふうに思っておりますので、これからも純烈頑張りますので、どうぞ応援よろしくお願いいたします。なんか引退するのかと思ってもらった俺今すいませんびっくりした今俺で最後カメラに向かって、うん、一皮、二皮、ニューシラカワお願いします。いや本当それはもう勘弁してください本当。いやそこは大事なんだ。一皮、二皮、ニューシラカワ。さっき言えなかったんですけど、また白川さんがこれ星ですよね。一番やんなきゃいけないこと、人に嫌われてもいいと思い、たまには断る勇気を持つことが大事。言うの遅かった。一番星書いてるじゃないですか。それ、そうこれ一番言わなきゃいけないことじゃないですか。なんでかっていうと優しいから、ただこう頼まれたら嫌って言えなくってなんかちょっと自分の心の嘘をついて溜め込んじゃうって部分あるんで、これをちゃんとやることが大事。明日からやんないでください。俺が言ってもやんないでください。本当ストレス溜まるわこのグループマンやっちゃうんだよ。すごいわ。それよりもすごいのが出そうや。全部書いてあるもん。すごいよな。オチまで書いてあるもん。俺の涙返してくれよ本当に。いやでもちょっとあんな素直な涙僕急に来るでしょ。スイッチ、ピュアスイッチ、素晴らしいです。もう何にも言うことないです。もう大丈夫です。
やっぱ未来の脳を積んじゃってますんで、私。いや素晴らしい、本当感動した。もう本当すごいだって。すごい情報が。すごいね。ほんまに。志麻さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。もうすごいことになっちゃったけども。すごい、今回はですね、リーダーと、白川を、はい、手相を見ていただきましたが、第2部というかね、後半は、小田井さんと、小上さんも見ていただきますので、また次回もご覧いただければと思います。おしまい。さよなら。またね。ありがとうございました。